321年目のシーズン、オーダーを発表すると、1番ライト、イチロー。2番ショート、宮本。3番センター、秋山。4番セカンド、落合。5番ファースト、大杉。6番サード、新井。7番レフト、柳田。8番キャッチャー、関根。続いて投手陣。先発調子次第、斉藤。先発調子次第、ダルビッシュ。先発調子次第、安永。先発調子次第、稲尾。先発調子次第、小山。先発調子次第、桑田。中継ぎ接戦時、栗。中継ぎ接戦時、武田。中継ぎ接戦時、大野。中継ぎ接戦時、川崎。中継ぎ接戦時、矢作。セットアッパー、浅尾。クローザー、岩瀬。留学選手脱国。里崎ミートシーまで上がったぜ。いい感じにはなってきたな。のりさんもしっかり育ってるぜ。こいつはまだキャッチャー上げだな。里崎聖捕手奪還できるかな。のりさんもう少しでワンランク上がるの多いな。しっかり練習するんだな。チケットガチャの時間だー。なかなか転生助っ人でねえな。栄養価のやつは取ってやろう。いいやついるかな。こいつはムービングか。基礎能力はまあまあだな。まあ特能次第やろな。カーブの変化量が多いな。こいつはツーシーム持ちだぜ。球速いサウスポーだな。ドラフト選手の能力。金子はバランスはいいな。レギュラーには厳しい感じだな。安藤は特能いいな。こいつは二軍要員だな。ニセオクイワーか特一発か。こいつは微妙だな。新守護神岩瀬。悪くねえが負けをこれ以上増やすんじゃねえぞ。今シーズンのこのお時間、今年の相手はホークスか。立浪のいるホークスだぜ。しっかり接待するんだな。シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。タイガースの先発は切れ味抜群の変化球投手稲尾。グラシアルもいるな。先発は覚醒した男美濃口。以上の両先発。素晴らしいヒット。負けたー。何やってんだ。勝ったでー。ダルビッシュさすがだな。貫通よくやったー。ヒーローは2名。まもなくインタビュー。快勝だぜー。これが普通だ。安永も完封。今日のヒーローは見事完封勝利を収めた。3試合連続完封だー。斉藤衰えてるのにやるな。
抜きだ。見事天下を取りました。歓喜の瞬間です。339、330、331、332、334。初戦は落としたがまあよかろう。いや特に先発陣が頑張ったな。3試合連続の完封だったからな。先発陣はしばらくは安泰やで。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となった。トラフォー連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。さあ行くか。充実する選手も増えてきたが、残されたメンツもしっかり働いてるからな。このまま最後まで黄金時代を継続してやろう。120勝には届かず。120勝を最低ラインにしろ。防御率は良くなったぜ。リリーフ陣は0点台じゃなくなったか。打率は下がったな。キャッチャーとサード、大一郎来た。ようやく選ばれたか。MVP はオッチだぜー。二冠王だったか。ホームラン王は秋山が阻止。上原先発やってるのか。抑えじゃなくて先発で最多勝。奪三振もだな。上原やるじゃん。オッチ圧倒的。新人王は関係なし。沢村賞は稲岡。あらら、クビだな。一郎はようやくベストナインに選ばれてよかったな。落合は打点やべえな。3番の秋山の盗塁のおかげかな。落合がセカンドでサードのレギュラーになった新井もまあまあだな。まだ畠山とかのりさんもいるし、新井さんレギュラー定着できるよう頑張るんやで。稲尾はまた負けなしだ。こいつ一体何回負けなしのシーズンするんだよ。通算勝率とかえぐいことになりそうだな。他も言うことはなしだな。上原は先発で頑張ったな。まあ俺は先発上原のイメージの方があるけどな。武田。まあこいつならよかろう。国内スカウトを変更。応用放映のスカウトいたか。選手の契約公開。王は引退だ。王代打でも出番ほぼなかったか。お前は打撃コーチにしてやろう。王コーチ誕生。斉藤も引退か。お前はまだ成績残せてるからな。もう一年やれ。通算成績もいい感じだろうからな。フォーブスはクビ。まあ普通の能力だったな。宮沢も引退。今までお疲れだぜ。以上だ。サードラフトだぜー。見ていくぞ。こいついいな。オープンした変化球全部いいな。
最高だー。こいつはどこでも投げられるな。セットアッパーで前は活躍したことあるな。先制投手は斉藤だけか。足立だー。オリックスの足立か。ショートは宮本で去年金子取ったからな。海だー。ホークスの海か。海かなり久々に出たな。キャッチャーは今は必要ねーな。もう少し早く出てたらな。ドラフト1位はこいつだ。斉藤を選んだか。巨人とかぶったな。こっちだ。ふん、ナイスー。ドラフト2位はこいつ。特能良さげで複数ポジション守れる感じか。ドラフト3位はこいつ。コントロールが良さげな高卒サウスポー。以上だ。斉藤は今の現状だとリリーフ起用やろな。リリーフは今足りてるからな。焦らずしっかりと育つんだな。木原はサブ要員での育成かな。元木の後継者だな。四玉持ちか。こいつはあと一球種だな。足立は楽天か。FA しても微妙なところだな。カイキャノンはセーブ。こいつも取るか微妙なラインだな。福選手はなし。ホッキングもなし。さあ FA だぜー。笹岡か。コントロールカンスト。成績も悪くねーな。こいつも成績いいな。まずまずだな。
いらんな。マサルさん出ていくのか。こいつはリリースしてやろう。上原みたいに先発起用になるかもな。チケットか。打率は低いがホームランと打点はいいな。うちは笹岡だ。笹岡取るのね。なかなかいい感じに育ったようだな。年俸3億3400万。なんでや。2年契約だ。背番号はやらん。日本一になりたいならうちに来るんだな。笹岡来たぜー。マサルさんは日ハムに行ったぜー。ともい取られたか。まあよかろう。うちじゃ出番なかっただろうからな。うちとの対戦の時以外活躍するんだな。グロ辛抱名希望。悪くねえ能力だが30歳だからな。出て行っていいぞ。プロクターも変えるのか。お前は赤徳多いから帰っていいぞ。この助っ人2桁勝利。防御率は悪いけどな。獲得はなしだ。グロシンとフォーブス拾われたか。オーデン堂入りだぜー。王は当然金だぜー。ホームラン何本打ったかだな。おいメジャーから帰ってねえことになってるじゃねえか。球団マーク消えてて笑った。ホームランはそこまでだったな。留学は小口とか猫。メキシコリーグだ。今年は福本を召喚するぞ。往復もっさんか。柳田が衰えてきてるからな。電光石火はついてないんだな。福もっさんまたよろしくだぜー。しっかりみんな育ってきてるな。さあ国際大会だ。今年は普通に選ばれた奴らを引率してやろう。今回はうちだけではないのね。数をも出るのか。コーチ陣もモブか。さあこの代表で世界一になれるかな。柳田に代わって福本を使えばさらに得点も増えることだろう。また130勝超えをすぐに達成してやる。続く。